温泉フェスラジオ、お風呂の時間です。今回は温泉ジュニアの初めてのモール戦についてお話しいたします。で、モール戦とは一体何ですかということなんですけど、僕もその詳しいことはねあんまりよくわからないんですけれども、油の匂いがする温泉と言いますか、まあ調べてもらえればね、なんかその温泉の成分がどうたらこうたらっていうのはいろいろ載ってるんですけど、簡単に言うと僕の中でモール泉っていうのは油の匂いのする温泉ですね。で、まあそれまでそのモール泉って、まあ、名前は聞いてたんですけど、一体どんなもんかなというのはすごい気になってたんですけど、以前ですね、一人で新潟県の、温泉地をこう回った時に、新津温泉というところをこう見つけましてね、前もってね調べて見つけまして、で新潟行った時にそこに行ったんです。でそこはもう油臭のする油臭ファンの聖地とも言われているところだということで、まあ、ネットでもすぐ見つけられましたし、あ、新潟行った時はぜひここ行きたいということで候補の一つとして選んでて行ったんですね。でその油臭ってね、皆さんこう、まあ、温泉好きな人はねイメージできると思うんですけど、あんまりよく分かってない人はその油臭ってどんな匂いなのと、サラダ油、オリーブオイルみたいな、ごま油みたいな、そんなイメージじゃないですか。で僕が実際初めて行った時に匂ってイメージできたのが町工場でなんですよね。町工場の匂いなんですよね。で僕まあもう亡くなっちゃったんですけど、おじいちゃんがね昔町工場をこう営んでまして、でうっすらと覚えてるのが子供の時にね遊びに行ってたんですよ。で1階ではなんかね機械がこう動いててね、何作ってたかは覚えてないんですけど、なんか従業員の人たちがこうなんか作業してる、でそのこう、ね、2階の社長室っていうか事務所みたいなとこ行くとおじいちゃんがいるわけです。でそこ上がって行っておじいちゃんに会いに行ってとかっていう子供の頃の記憶があって、そこの匂いにそっくりと思ったんですよね。で例えばこうネジ工場なんかね、ネジをこう削ったりとかするときに、ただ削るだけじゃなくてなんかこう油をかけながらネジを削るんですよね。そうするとこう摩擦とか熱とかこう持ちにくくなるんでっていう、油をよく使う、そうやってネジを作るんですけど、そこの匂いが近いなと思ったんですよね。町工場、ネジ工場、それが僕の中の油臭っていうのがすごいこうぴったりきたんですよね。そんな感じ想像できます。そんな温泉に浸かるってどうですか皆さん。イメージできます？できないですよね。で僕も最初そのモール臭とか油の匂いのする温泉って、大丈夫なのかなと思って、油とか浮いてんちゃうかなと思って行ったんですけど、もう全然そんなことはないんですよね。でこの新津温泉行った時、まずですねガラッと開けました。もう普通の温泉なんです。別に油も浮いてない、何も浮いてない。ただ浴槽の隣におっさんがですねいびきかいて寝てたんですよ。あれこれ温泉よなと思って、最初僕ガラッと開けた時、あれ寝てると、しかも熟睡してる、いびきかいてる、あれこの人の家に来たんかなって錯覚するぐらいの感じ。まず温泉にこう目行くんじゃなくて、そのおっさんに目行ったんですよね。これ入っていいのかなと。でもまあお金も払って入ってますからね、入っていいわけですよ。でもいびきかいてると、まあいいやと思って
起こさないようにゆっくりとこう浴槽の中に浸かって、そしたらもうすごい、もうガラッと開けた瞬間からそうなんですけど、もうね本当に町工場の匂いのような油臭、あ、これがモールセンかと。初めてモールセンを体験したのがここなんですよね、新津温泉で。まあしばらく使ってましてね、あ、そうか、モール臭のする温泉ってこんな感じかと思って、ぜひこれを写真に収めたいと思ったんですけど、やっぱりあの何でもそうなんですけど、人がいるとね撮れない、あの一物が写っちゃうからね、あの人がいるとやっぱり写真撮れない。でもいびきかいて寝てると、こう熟睡してると、まあ、携帯あの脱衣所に置いてきてますからね、あれこれちょっとゆっくり行ってお子さん用に行って携帯撮って戻ってきて写真撮る時間ぐらいあるんちゃうかなと思ったんですよ、その時。そう思ったら僕はもうゆっくり出てですね、音も立てずにピチャピチャぐらいはなりましたよ、体からこう雫が垂れる、これでなりましたけど、ゆっくり出て、でこう 浴室からこう出ていく時もこうパッと振り返ってね、まだ指引きかいてると大丈夫やなと思って、でゆっくり閉めて、で浴槽でこう携帯持ってきて、で、まあ、ゆっくり開けてどうかなと思ったんですそしたらゆっくり開けたら起きてるんですよ、そのおっさんが。でバチッ目あって、しかもね、もう なんていう見た目はね、もう逆さだるまのようなあのひげ、あのね検索してもらったら分かるんですけど、武田信玄のなんかね肖像画のようなね、もうハゲ上がってね、でもひげはもうこうぶわー生えてて、でそういうおっさんがさっきまでいびきかいて寝てたのに、俺が携帯持って戻ってきてガラッと開けたら起きてるんですよ。でしかもバチッと目合って、これどうしようと思って、もう携帯も持ってるし今更もうバッと戻れないし、で僕もテンパったのか開き直ったのか分かんないですけど、バッて目合った瞬間に、あ、こんにちはってあの挨拶したんですよ。いつものこうワントーンぐらい高い声で、あ、こんにちはって言って自分でもなんであんな高い声で挨拶したのか分かんないですけど、うわ不自然やったかなと思ったら、その逆さだるまのおっさんが、あ、こんにちはって言って僕と同じトーンで返してきたんですよね。見た目は恰幅のいい逆さだるまのようなあの迫力のあるおっさんやったんですけど、意外に声高いなと思って、でもう僕も開き直って、あのちょっとすごいいい温泉なんで写真撮りたいなと思ってるんですけど、ね、寝てたのに寝てる間にちょっと撮ろうかなと思って携帯持ってきちゃったんですけど、大丈夫ですかねって言ったんですよ。そしたらまあ大体ね、あー、園長とかね、いやあんまりさ写真撮らんといてみたいな、まあ、そういう反応じゃないですか。で僕もそういう反応かなと思ったんですけど、ああ、いいですよ、撮りましょうかとか言って、で寝起きの逆さだるまに僕が浴槽入ってる写真を撮ってもらったっていうね、不思議な体験をしたっていう、それはね、あのインスタの方にあの過去のね記事としてアップしてるんですけど、僕が新津温泉にあの浴槽に入ってる写真は実はその逆さだるまのおっさんが撮ってくれたっていう、寝起きで知り合っあの出会ったフルチンのおっさん同士が浴槽に入ってる人をこう写真撮るっていう不思議なね構図っていうね。いやだからね、改めてね、僕ね温泉って本当すごいなと思うんですよね。フルチン同士で写真撮ります、しかも初対面でそれがまかり通るっていうのが温泉なんですよね。だからね、改めてね、その温泉の奥深さっていうのを感じましたね。その初めてのモール泉、油臭のする温泉を体験できたっていうのもありますし、その浴槽の隣で
いびきかいて寝てるおっさんがいて、でカメラ持って戻ってきたら、その人に僕の写真を撮ってもらうっていう、そのカオスなあの状況、いやこれはもう温泉ならではかなと思いましたね。だから皆さんも、まああのね、いろんな状況があって、あの写真撮ったりとか撮れなかったりとかあると思うんですけど、ぜひねいろんな体験をしていただきたいなと思いますね。あの本当 このね、新津温泉では貴重な体験をさせていただきました。あの普段ではなかなか味わえない体験でしたね、はい、それではまた。Thank you.